それではベンドを使った簡単な曲を演奏してみたいと思います。ここで簡単な3つのフレーズだけを使ってセッションしてみたいと思います。まず1つ目のフレーズです。2つ目のフレーズです。3つ目のフレーズです。この3つのフレーズを使ってセッションしてみたいと思います。